こんにちは。セレモニーより大塚でございます。はい、今回のテーマは家族葬ってどんな葬儀と、こういうテーマでございます。で、家族葬というのはもう今葬儀をお考えの方で知らない方がいらっしゃらないぐらい、もう普通の言葉としてね、通用するようになっております。で、ただしですね、そもそもこの家族葬という言葉に明確な定義はありません。そしてなぜこういうふうに言うようになったかというのは、1990年代の半ば以降、まあ、30年ぐらい前ですよね、30年ぐらい前から葬儀社がこういうふうに呼ぶようになったのが始まりというふうに言われているわけです。ですから今でもですね、家族葬の捉え方というのは葬儀社さんによって違うというのが現状ではないでしょうか。ですから今日のご説明もですね、私どもが家族葬というのはどういう葬儀なのかというふうに捉えているかという視点でご説明をさせていただきたいと思っております。3つございます。まず1番目はですね、誰を呼ぶのか、そして何人ぐらい呼ぶのか、こういうことですね。でよくね、家族葬っていうと、まあ、家族とか親戚以外を呼んではいけないんでしょうかっていうようなね、そういう疑問をお持ちになる方結構多いんですけども、まあ、実際にはですね、まあ、当然ご家族様と亡くなられた個人様の兄弟姉妹等の親戚、まあ、この兄弟姉妹のまたね、ご子息とかね、そういった方たちを含めたご親戚ですよね。そして、個人様やご家族と非常に仲の良かった良い友人とか知人の方、まあ、こういう方を含めていいと思います。ですから最初からご近所さんをたくさん呼ぶとか会社関係者をいっぱい呼ぶってことは家族葬というのはないわけですね。あくまでも家族を中心としてその、まあ、関係者、非常に近しい関係者が、まあ、来るというのが家族葬ということになると。で、何人、これもですね、明確な規定がありませんが、まあ、私どもでさせていただく家族葬というのは大体多くても30名を超えない程度、まあ、20人ぐらい、まあ、少ない場合には5人とかね、そういう場合も多いです。そういう形で誰を呼ぶか何人ぐらい呼ぶかというのはこういうような感じかなと思うんですね。で、形式はというお葬式のスタイルですよね。でやっぱりですね、式場を借りて宗教者の方を呼ぶか、まあ、あるいは無宗教かでありますけれども、式場でやるという形が一番多いと思います。いわゆる仮葬式といいましてね、宗教的な儀式、式場を借りる借りない、そういう形式はですね、あまり家族葬とは呼ばない。私どもではもう仮葬式と呼んだりしてますよね。であと、お通夜までやるかどうかという問題がありますよね。で、例えば10人ぐらいしか来ない家族葬で、みんな結構ご近所の方ばっかりというような形の場合ですね、2日間同じ方が全部来られると、同じ方が2日とも来られるというような場合はお通夜をやらないケースって結構多いんです。あと地域柄、このつくば市は割と一日葬が昔から多い地域なので、私どもで家族葬をやる場合にはもうほぼ一日葬が一番多いです。もちろん通夜をやる場合もございますけどね。ですから一日葬が主流になっているということです。で、3つ目の注意点というところなんですが、でこれ家族葬の場合一番注意しなければいけないことは、この訃報の伝え方にあります。亡くなりましたというですね、訃報をですね、どういうふうに伝えるのかということです。で、葬儀の前に、まあ、例えばお住まいの自治会などの回覧でですね、亡くなりましたと、いついつどこどこの斎場でやりますというところまで伝えるのか、あるいは亡くなりました、今回は近親者のみで行いますので、もし、ご焼香される場合には斎場での対応、ご焼香だけの対応になります、そういったことをしっかり明記した上で伝えるか、あるいはもう葬儀終わるまで誰にも伝えないで、葬儀後にですね、自治会等の回覧で回していく、まあ、そういう2つのやり方があると思います。で、葬儀前に伝える場合にはですね、
家族のみで執り行いますというふうに言ってもですね、どうしてもお線香だけあげたい、お焼香だけしたいって方もいらっしゃいますので、そういう場合にはもう斎場で都度対応するしかないわけですよね。式の前、例えば10時半開式だったら10時ぐらいまでに斎場に行っていただいて、まあ、お香典もお持ちになってですね、それでそこでやり取りをするっていうね、ちょっと当日の対応が割と忙しくなる可能性は若干あります。一方でですね、どなたにもお話をしないで亡くなった後の対応に知らせるという場合はご自宅での対応になりますので、これは結構実は大変なんですね。今から行きますけどどうですかっていう連絡をして来られる方ってあまり近所だといないんですよ。ですからもう毎日どの時間に来るかわからないということで、葬儀後一定期間はですね、結構自宅に一緒にずっといなきゃいけないというようなことがありますので、このあたりはですね、どちらにするのかっていうのはよくご相談をして決められたらいいと思います。ですから家族葬やる場合の注意点、一番重要なのはこの訃報の伝え方にあるというふうに考えております。であとですね、いわゆるご家族様は家族葬でやりたいというふうに言っていても、それが難しい場合ってあるわけですよね。どういうことかというと、例えばですね、比較的お若い方、40代50代ぐらいのまだ現役で仕事をしっかりされている方がもし万が一亡くなった場合は、これはですね、やっぱりもう周りお勤め先も含めて非常にショッキングなわけですよね。ですからもう一目見たいとかね、お悔やみを言いたいとかってことで、たくさんの方がやっぱり来られる可能性が高いし、断るわけにいかないっていう状態になりかねないんですね。あともう一つ、地域の名士、まあ、例えば古くからその地域でずっとお医者さんをしていた方とか、あるいは老人会とかいろんなところにこう顔を出されて、もう名前がね、その地域にもう通っているような方、こういう方の場合にはですね、こう来るなとは言えなくなってしまったりするわけですよ。ですからもうこれは斎場にもたくさんの人が来られるってことはある程度確保しなきゃいけませんし、何人来るか予想できないなんていうケースがこれあるわけですね。ですからこれはですね、もう家族葬とはもう言っていられないというね、ことで、もしこういう方がお亡くなりになった場合にはもう家族葬ではなくて、もうほぼ一般葬と、一日葬であってももう来場者がもう50人100人来られるようなこともございますのでね、まあ、そんな形で、まあ、一言家族葬といってもですね、この何人ぐらい呼ぶのかとか、あるいはその形式もね、様々だと思います。ですからそれぞれの葬儀屋さんとですね、その家族葬についてのお話はですね、しっかり打ち合わせをされて、やっていただくのがよろしいのかなと思います。で、私どもはもう家族葬専門と言ってますので、最初から大きな葬儀をね、我々に委託される方は非常に少ないわけですけど、ただこれはですね、本当亡くなられた方のと周りの方の関係性によっては、もう参列をしないまでもご焼香だけで200人来られたとか、あるいはもうご自宅に300人来られたとか、そういう方も実際いらっしゃいますので、これ本当にね、よく打ち合わせが必要になってくるかなと思います。ただそれでですね、いずれにしましてもこのお葬式というのは皆さん初めてに近いわけですから、できるだけですね、事前の準備というのが必要になってきて、それがご満足できる、そして後悔しない葬儀の大きな、まあ、手順といいますかね、そういうものの一つになりますので、事前の準備をぜひしていただけたらと思います。はい。でもしですね、詳しいご相談等必要でしたら、セレモニーごりでネットで検索していただければ、私どものホームページが出てまいりますのでね、ぜひ、ご参考になさっていただけたらと思います。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。